はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日も狼、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、前回ね、終わり際に話していた桜餅がここのみかんじいの家でね、もらえるということなんで、早速行きたいんですけど、このおばあちゃんにね、話しかけるとですね、行きますよ。そうそう、桜餅のおねだりだったかね。どれ、今作りたてを用意するからちょっと待っておいで。よっこいしょっと。もちいい。ふぅ。さあ、持っておいき、出来たては美味しいよ。いや、もうやばいでしょ。もうやばいでしょ、もう。あのね、格ゲーの、てか、ストリートファイターとかの、あの、豪気が使う、瞬獄殺とか瞬転殺だからなんかそんな、技があったんですけど、なんかあれのモーションにそっくりですよね。こうなんかね、スーって移動して、ボー、KO! みたいな感じの、やばすぎでしょ。ん？これ鶏？これ豆あげられないのかな？これなんか乗れる？あ、カブ！いいね、カブ。これ夜は中にいるのかな？あ、みんな家に帰ったのか。多分夜しかないイベントとかもあると思うんですよね。うん、寝てるっぽいですね。んで、地図を見て、うん。今ここで、どこに行けばいいんだ？今ここだから、もっと外に出ないといけないのかな？うん、一応セーブしていこうか。よし、ここにセーブしとこう。うん、で、こっちで合ってんのかな。あ、店やってんじゃん。さてと、都へ帰る前に在庫を処分していかなくちゃ。ワンコ、買い物のお小遣いがあったら、ちょっと見ていってくれないかい？ちょっと見てみましょうか。買う。あー、こういう感じか。一定時間攻撃力上昇、防御力上昇。あ、真骨頂は回復なのか。いや、高いな、結構。まあ、一個ずつぐらい買うか。肉、魚。うん、これ買ってさっきの鶏とかにあげれないかな。あ、これ何？これ何これ？これ猫？これ何？あ、ウサギこれ。ウサギじゃん。ウサギは、草だよね。かわいい。
これですよね。この癒しのね、時間ですよ。まあ、草の割にはね、なんかね、色がちょっとあれですけど。うん。これ、シャチ玉がもらえると、いいですね。で、さっき鶏もいたから、鶏は、多分豆だよね。鶏、スイカもらっとこうか。オッケー。これは多分豆。うん。だね。うん、そう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 。みんなハートついたね。うん。よっと。あとは夜にしか発生しないようなイベントは？お、あたになった。なるほどね。まあ、お金の使い道はだいたいこの餌と回復って感じかな、確か。一応今使った分は補充していくか。草は補充して、これ売り物とかあるの？これ売っていいやつなのかな？ちょっとわかんないな。場所はこっちでいいのかな？うわー！なんかやばい感じになってますね。あ、あれ？アマコ、お前も知ってることとは思うけど、ここは中津国で最も美しいと言われる大野原信州平原さ。と紹介しようと思ったら、なんか嫌な雰囲気が漂ってくるぜ。あんなことがあった後だ、用心して進むに越したことはねえや。L2 ボタンを押しっぱなしで、いつでも地図を見られるから、行き先を確認しながら、ぼちぼち行ってみるか。あ、L2 で見れるのか。なんかあるぞ。オーケーオーケー。これ何？ん？地図に記された最初のサイの目ってキノコとか、あのキノコとか、あそこは旅人が立ち寄って旅の疲れを癒す憩いの場所なんだぜ。それなのに、あの木、ボロボロに枯れて、今にも倒れそうじゃねえか。見渡してみりゃ、あたり一面に呪いの妖気が渦巻いていた。昔から妖気が立ち込めて、妖怪が寄りつきそうな場所は、たたり場って呼ばれて、みんな近寄らないんだけどな。ああ、あんな風にでかいたたり場を見たのは、おいら初めてだぜ。草木ばかりか、あんな大木さえ妖気で枯らしちまうなんて。やっぱり、神様の力を上回るような、桁外れの怪物が現れやがったな。やばいですね。なんかボスっぽいな。あの木は昨夜の姉ちゃんの分身で、その周りの自然を守ってるんだな。本当にあれを蘇らせれば、元の綺麗な自然に戻るのか？だとしても、あんな枯れた木、あんな枯れ木、一体どうやって蘇るんだよ。これ何なの？これなんか勝負？まだ出てくる？神。これまだいるな。
はい。神、いいですね。んで、これ一旦近寄ってみようか。調べる。見ろよ、アマコ。サイの目がボロボロだぜ。こんなありさまじゃ、サケの姉ちゃんもしょんぼりしちまうわけだ。このサイの目を元気にしてやりゃ、周囲のきれいな自然もよ取り戻せるはず。もっともそんなゲートできるわけねえけどよ。枯れ木に花を咲かせる、そんな力があるなら話は別だけどな。多分そういう神様に会わないとダメなんだろうな。多分無理だよね。うん、まだやっぱそんな力もらってないからな。また石像人間かよ。いや、人間石像か？きっと呪いの容器でたたられちまったんだな。こりゃこのたたり場の呪いを払わない限り元には戻らないぜ。なるほどね。ほっと。無駄っていうのかな。はっ。よしよし。なんか琵琶を持ったやつ強いな。なんかいるぞ。名もなき男。あれは一体何だったんだ？俺がいつものように薪割りをしていたら、突然湖の方から地響きが聞こえて、ものすごい突風が押し寄せたんだ。その後のことは覚えてないけど、気がついたら辺りはこの有様さ。ちょうどそこの小川を渡ったところには俺の仕事場があったんだが、このバカでかいたたり場が現れた途端、綺麗さっぱり消えちまって、まったくこれじゃ生活できやしないよ。そういえばあの時、湖の方へ上木村から逃げていく人影を見たが、そいつは無事だったんだろうか。なんだワンコー、そこの洞窟が気になるのか。そこは花滝谷という名所への入り口だ。昔は見事な滝が見られたもんだが、今じ妖怪が住み着いて荒れ放題だぜ。一番奥には植物をたちまち成長させる不思議な水晶玉が祀ってあったが、水晶の玉ころにそんな力があったら植木屋は大繁盛だよ。そういえば少し前にスサノオのやつが意気揚々と中へ入っていったけど、マジかよ。いつも口ばかりで妖怪から逃げ回っているあいつがどうしたんだ。まさか植木屋でも始める気じゃないだろうな。とにかくワンコー、そんなところに入って妖怪どもに食われても知らんぞ。なるほどね。スタノオがね、ちょっと出しゃばっていったみたいですね。中にお邪魔して、これ切れる？お、いいですね、炭。これは？無理か。うん、ここはいけないか。よしよし。ここら辺もね、野生の妖怪が出るようになってきましたね、だんだん。まあね、お金稼ぎとかには全然いいですね。はっ。妖怪牙。妖怪の怨嗟が込められた牙。まがまがしくも美しき容器。
よしよしよし。神来ました。まあ、確かに妖怪がいっぱいいるな。これ切れるかな？切れない。多分こっちがそれなんでしょうね。新しいステージというか。花咲谷。お、セーブポイントがちょうどあるぞ。はい。じゃあね、セーブポイントがね、まあ、ちょうどあったところで、まあ、一旦ね、今日はこの辺で区切りたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。